はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。メルヘン、メルヘンっていうのは、可愛楽器の別ブランドなんですね。可愛楽器は直販でですね、可愛楽器の社員が自分とこで作って自分とこで売ってました。で、それ以外に特約店とかいろんな楽器店ね、あるんです。ピアノの調律が一人で、ね、その特約店資格を取ってる場合もありますが、そういうその他の楽器屋さんのお客さんと河合の社員が、競合しないようにね、同じ楽器なのに、まあ、喧嘩しないようにね、ということで、別の名前で特約店専用で作ってるモデルっていうのが一時あったんですね。それがメルヘンという。でディアパソンっていうのはそれとはちょっと形が違って、ディアパソン社という別の会社があって、それを河合の工場のラインで作ってたというね、ディアパソンの技術者が作ってたという、そういうちょっと違うんですが、メルヘンは完全に河合ピアノです。可愛いピアノですが、デザインとかちょっと仕様を変えてですね、その特約店とか楽器店専用に、作ってたというモデル。デパートなんかでも売ってましたけどね。そういうものですが、中身は完全な可愛い楽器なんですね。型番とか製造番号の連番も全部別物になってますね。はい。結構ね、メルヘンってね、可愛いピアノが多いんですよ。可愛らしいデザインのね、ものが。まあ、可愛いの方が可愛い。メルヘンのがメルヘンかな。まあ、とてもいいんですが、そういうものなんですが、今回のはですね、仕上がってます。まあ、うちにとっては珍しいですね。うちは大概乳化した状態、まあ、汚れた状態、傷のついた状態で撮影するんですが、今回は整備をもう先に完了しております。なので、うちの場合注文いただいたら1ヶ月待ちとかね、それから整備に入るので、まあ傷の修理いるとかいらんとかね、言っていただいたらその通りするんですが、その分安くなったりするんですが、これはもう、全て完成されております。なので、もしタイミング、運送屋さんのタイミングがあれば、明日届けてって言ったら、まあ、入金が終わってたら明日でも届けられる可能性のあるピアノですね。はい、話が長くなりました。こちらがメルヘンですね。文字がなんか点々ってついてるからドイツ語ちゃうかな思うんですけどね。なんかメルヒェンって書いてありますけどね。足が猫足の、これ大阪のね業者さんね、茨城の業者さんから、買い取ったものだったと思いますが、こういう赤いピアノですね。木目綺麗ですね。こういうね、あのマホガニーのこういうタイプの色のものって女の子大好きなんですよ。で結構うち見に来られた場合ですね、黒いピアノの学校のピアノも黒いし当然黒でしょうみたいに買いに来られて、パッと見た瞬間、私これにするって言わはるんですよ。女の子はね、赤いピアノがいいわやっぱりとか言ってね、コロッとね変わるパターンなんですけどね。はい、見に来たら絶対欲しくなるという、大きさ的にはこれは小型中型の間ぐらいかな、120センチから125センチぐらいの間のものだと思いますが、まあ、使いやすいね大きさですね。 MH の33ですね。製造番号は0037343と、まあ、中見てください。チューニングピー、うちのね、スタッフはですね、70歳代の おじいちゃんおばあちゃんが大活躍してまして、最高齢は81歳というね、もうあの最高齢のねものが手を入れております。もうピッカピカ、弦もね綺麗に磨いてます。ハンマーも形整えてます。完成されてますね。はい、まあ、ちょっとね倉庫置いてるんでホコリはかぶってますが、こういう状態です。綺麗ですね。傷も全部修復してますよ。はい、それでは音を聞いてもらいましょう。どんな音がするのでしょうか。鍵盤も磨いてますから、ね、ピカピカです。めっちゃ綺麗。調律もできてますからね、もちろん。すぐ出荷できる状態ですから。低音もすごい。うちには珍しい、狂ってないピアノです。
なぜか白い恋人たちですね。なんでなんでしょうね。ふと降りてきましたけども、昔々の札幌オリンピックの時のねテーマの曲だったり、まあそういうの映画があったんですね。白い恋人としてね。その後なんと冬のソナタの韓国版の BGM でも使われてましたね。日本版はね、白い恋人たちなかったんですよ。別の曲で、マイメモリーとかね、綺麗な曲いっぱいあるんですけどね。はい、最近の動画はちょっと喋りすぎで長くなりますが、いかがでしょうか。メルヘンの MH33、完成された超うちにとっては珍しいピアノです。即納できます。ご希望の方はお知らせください。それではさよなら。